スイングっていうのは位置の交換でしょ、はい、タイムラグっていうのは位置の交換じゃん、はい、時間のずらしじゃん、うん、こういうことから始まるとスイングっていうのは楽だし、クラシックも、うん、クラシックの音楽もスイングがあった方がいいんじゃないかっていう曲がいっぱいあるじゃないですか、うん、だからこんなふうにならなくて丸くなるじゃん、うん、これでそれにこのシンバルが入れたら、はい、おしゃれになるかな。そうですね。どのように。このぐらいの。ね。あ、これいいじゃん。うんうんうん。そのぐらいが邪魔にならずちょうど。ハモるじゃん。いいでしょ。うん、いいですね。いいでしょ。いいですね。やってて気持ちいいでしょ。はい、でね、ここへ来るとね、シーンっていくの。ああ。耳のところに持ってくる。そう。あ。聞こえるでしょ。はい。ね。さっきは大仕事だったんだけど。はい。そう。ですけどこういうのにハマってるっていうか、いやーね、この間も左手が変化したっていうので今までにない先生のいやらしいぐらいの表現がすごいなと思って、見たことないな。一気化成の先生もいいんですけどね、いやらしいのも、そうそうそう、いやらしいのね、ありだな、ありなんですよ。そうするとね、リズム感ね、もうリズム感ってすごく大事だなって、日常のね、だからこういうことをやることですごく頭を使うようになるのね、日常の中で。僕にとってはね、信州生まれでしょ、信州にこんなのにないじゃん。そうですね、ないでしょ、日常にもないじゃないですか。でも向こうの人にはあるじゃないですか、こういうのができる人と。そうすると路上で楽しんでますよね、ストリートで。そうするとそのストリートでボレロかなんかオーケストラがやるのが面白くないんだよね。乗っかってなくて、しかもそれを指揮しようとする人間がいるでしょ。ああ、このギャップだなと思ったんですよ。そうすると黙っきってそういうギャップのない方がいいじゃない、全ての音楽に入っていった方がっていうのがあるんですよ。そうするとできなくても、自分できなくても楽しめるでしょ。まずそこ楽しむの、楽しむのがたくさんの方がいいと思ったの。ただビールよりね、ワインも飲んじゃってね、テキーラも飲んじゃった方がね、いいかなと思った。そしたらこういうことができるようになったんですよ。だけどすごいですよ、これ。それでこれを。なんてやってたのかなと思って。だけど面白くなかったの。そうするとじゃあこれ、そうするとこの中で動いてるところがここなのね。いやらしいでしょ。このこびを売るところが大事だな。これ。12音ね、たったこれだよ、ねえ、あなたなんだよってそういうふうになっちゃったな。そうすると収穫がありすぎました。種はこれね。ねえ。台所は財産ですよ。そうですね。気が抜けないとこです。台所は気を抜くところじゃないっていう。そうですね。非常にアイディアが、食事を作るわけでしょ。食事を作るっていうことは野菜、魚、肉、自然の恵みを一挙集まるところでしょ、ね、いくらスーパーで買ったとしてもスーパーに集まったものをそこから選んで買ってくる。だから自然と一体だということ、人間忘れちゃダメよね。